日本の急行列車の例、足摺りロンドン発コンスタンチノープル行き、オリエント急行のポスター急行列車とは、普通列車に対し、一部の駅を通過して、主要駅にのみ停車し、速達輸送を行う列車のことを言う。一般的に停車駅は、特別急行列車や、快速急行列車より多く、快速準急列車や、準急列車より少ない。 急行列車の英訳はエクスプレスが当てられる。なお、抗議の急行列車には、特急列車や準急列車も含まれる。本校では、急行料金を必要とする優等列車のほか、以下の列車についても解説する。急行列車の英語訳は一応エクスプレスであるが、これは日本語の、急行列車とは一対一で対応するとは限らない。そもそもエクスプレス自体、 イギリスでは、各駅停車の列車に対し、途中駅通過をするが、割増し料金を設けない列車として始まっているので、日本で言うと、快速列車に近いものが起源だった。日本の急行列車に相当する列車に与えられる列車種別としては、高速性が示せる言葉から、自然発生した、フライヤー、メールトレーン、ラピード、ショナルスッグといった用語と、事業者の創作、 命名に由来するが、個別列車の愛称とははっきり区別できる、インターシティ。インターレグを、ユーロシティなどといった名称が存在する。また、日本語の、特別急行列車、快速急行と同様の、エクスプレスという名称の変形として、トランスヨーロッパエクスプレス、インターシティエクスプレス、リージョナリクスプレスといったものが用いられることがある。一部の都市内路線や、 地下鉄では、スキップストップ、ファーストという表現を用いられる。急行列車の歴史については、不明な点が多いが、最古の急行列車は、メールトレーンという名称を用い、他の列車とは、速度の面で特に区別されて運行された1830年代の、イギリスの郵便と旅客の混合列車であると、推定される。 19世紀のイギリスの鉄道は高速化に熱心で、エクスプレス、フライヤーといった名称のついた列車が参見されるが、反面需要の有無にかかわらず、各駅停車に相当する列車の運行に極めて不熱心で、議会で低運賃の各駅停車の運行が義務付けられ、各駅停車の方が、議会列車パーラメント、トレーンとして認識されているほどであったことや、 エクスプレス故障と特別料金の有無が一致しなかったことから、こうした高速列車が優等列車として意識され、急行列車という名称が列車種別として意識されていたかどうかについては疑問の余地がある。一応時代が下ると、各駅停車と途中駅通過の列車を信号所で見分ける必要が出たため、イギリスでは全面の標識等の数で見分けられるように規定した。 急行列車が発展した地域としては、他にアメリカ合衆国、ヨーロッパなどを挙げることができる。長距離を走るアメリカの列車には、速達性が求められ、19世紀末には、ニューヨークシカゴ間のエンパイアーステートエクスプレス、など、エクスプレスの故障を用いた列車が多数存在した。ただし、20世紀以降は、エクスプレスという名称は、 フェデラルエクスプレスなど、現在の宅配便に相当する、小口荷物を輸送する、急行貨物列車もしくは、急送便といった意味合いで用いられることが多くなり、また、競合路線が多い中で、旅客誘致をするためにも、特別さをアピールできるものがふさわしいことから、旅客列車には、リミテッドという名称を用いることの方が、標準になった。 現在のアムトラックの列車名を見ても、その路線の唯一の列車で、取り立てて高速でもない列車が、リミテッドを名乗るケースが多い。例外は、近郊鉄道や都市高速鉄道で、急行線を運行する電車を、エクスプレスと名付ける習慣は、現在のニューヨーク地下鉄に残されている。アメリカにおいても、エクスプレス故障と特別料金の有無は現在でも、一致していない。 ヨーロッパでは1883年10月に国際信台車会社の信台車によって国際急行列車オリエントエクスプレスがパリストラスブル駅コンスタンティノープル間で運行された国際信台車会社の信台車によって運行された国際急行列車ヨーロッパ大急行グランズエクスプレスラペオンは豪華さとともに速達性によって 第二次世界大戦前の花形列車としてヨーロッパで活躍した。ヨーロッパではこの他にも座席車連結の国際急行や国内急行列車が存在した。これらは第二次世界大戦後に国際特急 T やインターシティサービスとして発展的解消を遂げたがエクスプレスの名称自体はスペインやイタリアの列車種別として残されている。 大陸ヨーロッパの諸国では必ずしもエクスプレス故障の列車に対してではないものの列車種別によって特別料金を取る列車が多く列車本数も多いことから急行という名称は列車種別として定着している模様である JR の急行列車は乗車のために急行券を必要とする急行券の他普通乗車券または 回数乗車券が必要であり、定期乗車券による乗車はできないが、列車、区間を限定して、乗車を認めている場合があった。なお JR では、急行列車とは普通急行列車と、特別急行列車の総称であるが、一般に、急行といえば、前車を指し、後者は、特急、または、特急列車と呼ばれる。ただし、現在、前車の急行は、 定期運行されておらず、臨時列車のみとなっている。このほかかつては、準急行列車も運行されていたが、普通急行列車に統合されて消滅した。以下、この節において、急行列車という場合は、競技の急行列車、つまり、普通急行列車のことを指すものとする。急行列車の、登場日本初の急行列車は、1894年10月に、 山陽鉄道が神戸広島間に運行したものである。3往復のうち1往復を主要駅のみ停車としたもので、両駅間を9時間弱で結んだ。これ以前にも、1882年3月1日に、新橋横浜間で運転を開始した列車を、はじめとして、官報掲載の時刻表で、急行と表記された列車は存在したが、それらは、 現在の快速列車に近い存在で、長距離旅客の利便性やサービス向上を本格的に意識した列車は、これが初めてであった。翌1895年10月20日には、関節鉄道に乗り入れ、京都発着となった。関節鉄道では1896年9月1日に、新橋神戸間での急行列車を登場させた。 それまで約20時間かかっていた領域間が17時間強で結ばれることになった。その後1899年には食堂車が1900年に寝台車がそれぞれ山陽鉄道の急行列車に日本で初めて連結された。その後急行列車の本数は増加し、最急行最大急行といった急行より格上の列車も登場するが、 日露戦争中は削減、または廃止され、スピードも大幅に低下した。日露戦争の終結後は、急行列車券規定が交付され、1906年4月16日に、新橋神戸間に設定された、最急行列車の利用に、初めて急行料金が必要となった。急行料金を必要とする列車は徐々に増加していき、 明治最後の年である1912年6月には、最初に急行料金が必要になった最急行列車が格上げされ、日本初の特別急行列車となった。戦前の黄金期大正から昭和時代初期にかけては、戦前における急行列車の黄金時代で、日本の多くの幹線で急行列車が設定された。その頃の特急列車は、東海道本線。 山陽本線の富士、桜、円、カモメの4種類しかなかったので、東北本線をはじめとする東海道、山陽本線以外の幹線では、急行列車は最優等列車として君臨し、特急列車にも引けを取らない設備を持つ急行列車も存在した。1934年12月、タンナトンネルなどが開通した時に行われた、 ダイヤ政治、特に優れた設備を備えた、急行列車には次のようなものがある。日中戦争に突入した後も、戦争の影響を受けて、満州やカラフトなどへの需要が増したことから、急行列車は、各地で増発が続けられるが、太平洋戦争の戦況が悪化してきた1943年2月、頃から削減されるようになった。 1944年4月に特急列車が全廃そして1945年3月、急行列車は、全国でも東京下関間1.2列車の位置、往復を残すのみとなってしまう。復興と特急への置き換え戦後は、石炭、車両、整備の事情が、戦時中以上に悪化し、1947年1月から4月には、 ついに急行列車が消滅するという事態も迎えている。しかし、同年6月頃からは、日本全国に、準急列車と共に増発、新設されていくことになる。戦後は、いわゆるローカル線などにも広く設定されていった。しかし、準急列車は、急行列車に統合される形で、1966年3月に 100km 以上を、走行する本来の意味での、 準急列車は消滅、残りも1968年10月に姿を消す。かつては、首都圏の中央線や関西地区の東海道本線、山陽本線、阪和線といった路線では、急行料金不要の列車として、急行列車ではなく、急行電車という列車が運行されていた。しかし、同様の種別名称で料金が必要なものと、 そうでないものが混在するのは旅客案内上好ましくないことから電車や機動車を使用した有料準急の新設をきっかけとして1958年10月に急行電車は快速電車に改称されたも参照。戦時買収施設であった阪和線では特急電車、準急電車も存在したがこの時に特急電車を快速電車に 急行電車と、準急電車は、直行電車とした。急行列車の最盛期となる昭和40年代には、数多くの列車が設定されたが、その中には非常な長距離を走るもの、運行区間が独特なもの、分割、並結を繰り返すものなど、様々な特徴を持った列車も多く存在することとなった。1968年10月開成時の、 それらの一例には、下記のような列車がある。特別急行列車が、文字通りの、特別な列車であった時代は、急行列車は、庶民の足として、日本全国津々浦々で運転されていたが、1964年10月に、新幹線が、そして1972年10月に、L 特急が登場すると、特急の大衆化が進む。 経済の高度成長に伴う鉄道輸送の飽和から列車運行速度の異なる急行系車両がダイヤ状のネックとなった。中長距離は特急列車に格上げし近距離や一部の中距離列車を快速に格下げすることにより列車速度の単純化と優等列車の車種統一による車両運用の合理化。 さらには陳腐化していた、急行列車のサービス向上などを図った。こういった施策は、航空機や自動車、高速バスの普及したこの時期においては、不可避だったとはいえ、特急格上げの際に、車内設備の改善はともかく、所要時間短縮が少なかったことから、国鉄の増収手段の一つという批判も強かった。この時期には、 いわゆる新性能電車との置き換えなどにより、臨時列車や大都市圏では、所定の車両が揃わない等の理由で、一般系車両により運行される、急行列車もあった。それらの列車は、遜色急行と一部の鉄道ファンから揶揄された。これは、かつての準急行列車が速度を第一とし、その対価として、急行料金に比べ安価な準急行料金を、記したのだが、 その準級以下と見られたからである。一方で、西日本を中心に急行券車両への冷房取り付けも進み、一等車は1968年までに、関東異性の普通車も1970年代後半までには完了したが、東北以北では、機動車の普通車への冷房設置は、父として進まなかった。急行前世紀の列車編成に欠かすことのできない、 車両として、特別二等車、二等車、食堂車、荷物車が挙げられたことから、ダイアグラム作成に際して、速度を含めて、優等車両を備えた列車のことを、略して、優等列車と呼ぶようになったとも言われている。こういう経過の中でも存知された、急行列車は、次第に特急と、快速、普通列車に挟まれた。 中途半端な存在として利用客が減少していった。衰退から消滅へ1980年代以降の新幹線延伸により在来線特急列車で使用されていた特急系車両が余剰になり時を同じくして急行列車に使用していた車両の老朽化が進んだ。それに加え航空機やマイカーン、高速バスといった。 他の交通手段が台頭し、固定式、ボックスクロスシートの普通車や三段式の B 寝台車といった、旧体以前の設備そのものが、利用客のニーズに合わなくなっていた。そのため、急行列車は、特急列車へ、格上げ、快速列車、普通列車へ格下げ、または廃止され、大きく、数を減らしていった。百八十二年十一月十五日の、 国鉄ダイヤ改正を皮切りに、JR 発足後もその流れは止まらず、ほぼ毎年のように急行列車が廃止された。JR 四国は1999年3月、JR 九州は2004年3月、JR 東海は2008年3月、JR 西日本は2012年3月の各、改正をもって、それぞれの管内から定期急行列車が消滅している。 中高級校列車は2009年3月改正で津山が廃止されたことで全廃となった。その結果、定期運転の急行列車は、夜行の北国及び浜那須のみとなったが、北国は2012年3月改正で臨時列車に格下げされた後、翌年1月に廃止となった。さらに、浜那須も、口述の通り、2016年3月26日の、 北海道新幹線開業に伴い廃止された。これにより、JR グループから定期運行の急行列車は消滅した。グリーン車の連結は、定期中行列車については、半室グリーン車、キロ二28型を連結していた、津山が2003年9月30日に、車両を変更のため編成から外されたことで消滅した。グリーン車を連結する定期急行列車は、 2012年3月開始において、北国の臨時格下げにより消滅した。なお、臨時列車開構の北国が廃止される2013年1月以降は、グリーン車を連結する列車は、使用車両の一部に設置ないしは、いわゆるジョイフルトレインを使用した列車に限られている。1998年に廃止された、収入券のうち、均一収入乗車券では、 出発地から自由周遊区間までの経路を含めて、休行列車の自由席利用が可能となっていた。休行軽車両の例、四百七十五系、休行列車は、百五十三系、百六十五系、直流電車や四百五十五系、四百七十五系高直流電車、キハ二十八系、五十八系機動車、十二軽客車などの休行軽車両や、 旧型客車によって運行された。列車によっては485系、583系電車や20系、14系客車、ギハ181系機動車などの特急系車両や11 40 40、113系、401.403、421.423系電車や、ギハ40系機動車などの一般系車両が使用された。後者については、 通常の急行券車両よりサービス設備が見劣りすることから遜色急行と呼ばれることがある。JR カゴ、急行専用車両は開発されていない。キハ110系ン番台は急行仕様の設備を有しているが、現在、定期列車では快速列車運用のみとなっている。JR カゴの定期急行列車は、春日がキハ75型を使用した以外は、すべて、 国鉄時代の車両を回収して使用している。前述の急行、浜那須は特急系車両を使用した。JR 最後の急行、浜那須2016年3月26日のダイヤ改正で北海道新幹線が開業したのに伴い、JR 最後の定期急行列車である浜那須が廃止された。この列車は青森と札幌を結ぶ夜行列車であり、 同年3月21日青森発22日、札幌機の下り列車を最後に運行を終了した。同列車の廃止により、国鉄時代から続いた JR の定期急行列車は全廃された。ただし制度上、急行の列車種別は廃止されていない。団体列車はその大半が急行扱いであり、さらに JR 東日本水戸車社及び JR 東海のように、 多客機の臨時列車などを急行列車として運転する場合があるため、これらの列車には急行券が発売される。なお、これらの列車はいずれも特急型車両を使用するが、定期列車のダイヤを優先したり、ビューポイントで助行運転や停車をしたりするなど、速達性の面で特急とは言い難い性格を持つ臨時列車の種別として実質的に用いられている。 なお、JR 東日本水戸支社においては2017年11月を、最後に急行列車の運転は行われておらず、快速列車に格下げ、または特急、時輪に格上げされている。常磐線では2015年3月のダイヤ改正で、全車指定席とする新特急料金を導入した、結果、座席指定料金を含めた。 急行料金が新特急料金よりも高いという逆転現象が発生している。例外として、常磐観光線上り電車には、JR 東日本の公式サイトの時刻表上にのみ、急行の列車種別が設定されているが、これは、直通先の小田急電鉄小田原線多摩線内において、工述の料金不要の急行として走ることを意味しており、本節で述べた、 急行列車とは全く性質の異なるものである。関西宮殿で使用された、モハ52系昭和初期より、急行列車とは別に、急行電車と呼ばれる、急行料金を徴収しない列車が運行される、路線があった。略称は、宮殿である。車両は、近距離仕様の車両と同様のサービス設備を有したが、停車駅間が長くなるため一部の列車では、 サニタリー設備が備え付けられた。また、一部の車両は、近距離仕様の車両に用いられる、ロングシートではなく、セミクロスシートを有した。日本では、高速度電気鉄道が普及し始めた頃、機関車が無動力の客車をけん引する、動力集中方式の列車と、動力分散方式を取る電車は、全く別の性格の乗り物と定義されていた。そのため、 旧国鉄においても、電車で運転される、急行を、急行電車と呼び、急行料金を徴収する急行列車とは別に、位置づけた。現在、JR 東日本の車内規定における、中央快速線の正式な名称が、中央急行線であるのは、この名残である。この他に、国鉄が、戦時買収により、半和電気鉄道から買収した、半和線では、 料金不要の特急電車、準急電車も存在した。また、現在の東海道本線、山陽本線京阪神地区を従環する新快速も、元来は、急行電車であった。京阪神快速、電車線、列車線も参照。しかし、1958年に151軽電車や153軽電車が登場し、特急列車や、 急行列車に投入されたのに合わせ、国鉄の急行料金の不要な列車は順次、快速へと故障を変更した。私鉄は1906年の鉄道国有法によって、動力集中方式で長距離列車を運行する、路線を有する会社が、東武鉄道や南海鉄道などを除いて、ほぼ解無となったことや、米国における、インターアーバンを模した。 高速度電気鉄道として出発した会社がほとんどである。そのため、急行列車が標準的な速達列車とならない場合がある。快速列車が急行列車より停車駅が少ない会社もある。東武鉄道の場合、かつて東京と群馬県、栃木県とを結んだ東武本線系統において国鉄の制度に準じた。 急行券を要する列車とは別に料金不要の急行を運行していた。この列車は1951年の運転系統の改正により、名称上廃止され、快速、準快速、準急などと故障変更された。その後は、準急と有料急行の間に位置する列車種別として存在するものもあったが、有料急行については2006年3月の ダイヤ改正までに特急に格上げされた。これに伴い、本線での料金不要の、急行が前述の快速等とは別に設定された。急行料金を設定している列車を走らせている、施設もある。かつての富士急行長野電鉄、島原鉄道などの観光地の路線などでは、旧国鉄からの乗り入れを行う関係で別途、急行料金を徴収する事例があった。 小田急電鉄の朝霧、名古屋鉄道の北アルプスや南海電気鉄道の木の国、そして富山地方鉄道に乗り入れていた国鉄の急行列車などは国鉄線内は急行でも私鉄線内では特急であった。有料急行列車急行券が必要な急行列車は以下の5車でのみ運転されている。車両は専用車両が使われることが多い。かつては 大手私鉄でも東武鉄道の日光線系統に唯一の有料急行列車が存在したが2006年3月18日の改正で特急に格上げされ同時に料金不要の急行が新たに設定された以下会社名を50音順で記す廃止された列車過去現在私鉄の多くが運行している急行は 料金不要で速達運転を行うものであり、先術した国鉄の急行と同じく JR における快速に相当する。1914年に京阪電鉄が京阪本線で運行したのが日本初とされる。同社はその後1916年にノンストップ運転であった従来の急行を再急行に解消し、 急行を主要駅停車の列車としている。通常、通勤系車両で運行されるが、特別仕様の車内設備を持つ車両で運行される場合もある。京浜急行電鉄や京阪電鉄などでは、こういった専用車両を料金不要の特急に使用する場合がある。列車一覧派生種別、急行は通常鉄道の列車を示すが、 高速バスを含む路線バスにも超特急、特急、急行、快速便が存在する。これらの中にも、急行券や座席指定券を必要とするものもある。バスの急行については、急行バスを参照されたい。また、かつての向こう航路には、ホバークラフト、高速艇による、急行便が存在した。これに乗船するときは、 乗車券の他に連絡線急行券を必要とした。ただしこの急行便は運行時には接続する。本州、宇野線側で、すでに特急、急行列車が、新大特急、瀬戸以外設定されていなかったことや、宇野駅及び高松駅では、鉄道連絡線で運行されていた普通便とは、別桟橋での発着であったこともあり、 運賃上の連帯を行うのみで鉄道側との乗り継ぎ料金制度は存在しなかった。右航連絡線を参照されたい。この他にもフェリーと高速艇を並行して運行する場合には所要時間の短い高速艇を急行扱いとして料金を高く設定することがある。船舶会社の社名に急行をつける例としては 四国フェリーグループの小豆島急行フェリーなどに事例がある。バス会社の社名に急行をつける例としては、東武鉄道系、朝日自動車グループの東北急行バスなどに事例がある。ありがとうございます。